はい、速稼塾の久保です。カルタのエダ2ドルを超えましたね。いや本当にね、感無量ですよ。今まで私はカルタのエダを一押しできました。速稼塾の運営、速稼塾の久保といえばですね、カルタのエダ、何はなくともカルタのエダ、ビットコインよりもカルタのエダってことでずっとやってまいりましたけども、おそらく私の放送にある意味釣られてですね、カルタのエダを買い込んじゃった方もいると思うんですよ。繰り返しますけども、私はプレセールで買ってるんで、どんな時でも含み益なんですよね。まあ、だからそれも加味して、私は例えば2円前後のね、カルタのエダの本当に低調ぶりの時でも含み益十分あったんですよね。ですから発信は強気でした。しかしですね、やっぱりね、5円とか10円とか20円とかね、もしかしたら50円とか100円で買っちゃった方もいると思うんですよ。まあもちろんね、100円ぐらいになってくるとそれほどたくさんの枚数買えないと思いますから、まあ相対的にね、いわゆる塩漬けになった期間っていうのは、まあ短かったのか長いのか、それ人それぞれなんですけども、まあ大きな害はなかったと思うんですけども、ただね、やっぱりね、久保さんを信じて買ったのにみたいなね、お叱りもあったのは事実です。でもその余剰資金で買えってところで、それこそね、家族のお金全部をひっくり返してね、で経営してるお店のお金までつぎ込んでやれなんていうのは、ちょっとそれはやりすぎですよと、その時はまあ叱ったわけなんですよね。まあ弟子として叱らせてもらったんですけども、ただどうですかね、その時にふてくされていたようだったんですけども、そういう方もね、今はだいぶいい感じになったんじゃないですか。だからね、全然ね、恥じることもないですし、詫びる必要もないんですよ。投資ってのはこういうもんですから、暗号通貨投資ってのはね。だから私は4つの原則を設けてるんですよ。いつまでにいくら稼ぎたくてやるのか、そして限界資金、余剰資金はいくらなのか、いくらまでの損失だったら共有できるのか、この4つを守ってる限りおかしなことにはならないんですよ。でもね、投資にしてもビジネスにしても、行き詰まっちゃう人とか狼狽する人ってどういう人かっていうと、自分の余剰資金じゃない収入を超えた扱えないお金を突っ込んでるんですよね。まあそれはね、信じすぎなんですよ。で信じるのはいいんですけども、信じることとね、期待することと自分がそこをどこまで突っ込めるかって別ですからね。この冷静な判断が投資には必要になってくるわけですよ。カルタのエダをね、買いすぎた方で随分長い間塩漬けて苦労された方もいると思いますし、それからね、思い余って手元の金目のものを売ってしまって生活費に当てちゃった方もいると思います。その時はもう熱くなってね、私の放送に影響されたっていうふうに言ってたかもしれません。でその時私ね、自己責任でしょうと言わせてもらいました。それはもうそうですからね、私がいくらいくら買えなんて個別に指導することはないですからね。ただその方が考えている余剰資金、もしくは一発逆転のためにギャンブルみたいなやり方をする、それをね、止めちゃったりとかはできないんで、ただやっぱり私は4つの原則をずっと申し上げてたつもりです。10秒後になくなってもいいお金がこの余剰資金だよって、非常に分かりやすい定義とともにね、ずっとお伝えしてきました。まあおかげさまで今回ね、カルタのエダ2ドル超えて、多分損こいてる人は誰一人いないでしょ。これで逆にですね、利益がほんとほっかほっかになっちゃって、例えば10円前後で買った方ってのはもっとも多いんですよね。7円から10円の間で買った方ってもっとも多いでしょ。その方たちどうですか、今20倍ぐらいになって25倍ぐらいになって、ある時期は損した分を、お前久保お前が払えとか言ってたでしょ。じゃあそういうこと言うんだったら、得した時私にそれくださいよって話になりますからね。だからやっぱりね、そういうもんじゃないんですよ。自分の判断で自分が進んで誰かの再生ボタンを押して、そして自分の判断で預金からお金を移して、自分の判断で、特にカルタのエダなんで買いにくいわけじゃないですか、国内で買えないんで。そこまでして入手したわけですよね。しかも私に買い方まで聞いたじゃないですか。バイナンスのアカウントの作り方とかね、ビットレックスのアカウントの作り方とか、私は1円ももらずにそれを指導したわけですよ。こういうふうにやるんだよと。あとはいくら買うか、ロットをいくらにするかっていうのは、私はもうあなた次第ですよってことですよね。であくまでも余剰資金でやることってお話しました。で余剰資金でやらなかった方が、もしかしたらもう見るに余ってね、安くても現金がいるからっていうので、カルタのエダを2円とか3円とか5円とかで売ってしまってね、で今回の2ドル超えみたいなところで、あ、やっぱり持っときゃよかったみたいになったかもしれないですよね。だからそういうのと付き合っていかないといけないんで、いろんな精神力とかね、自己管理能力って必要ですからね。それができないんだったらもうやらないこと、判断できないんだったら、自分で自分のお金を判断できないんだったらやらないことですよ。まあ当たり前ですけど、こんなこと私が言わなくてもね、当たり前のように、やってると思うんですよ。例えばね、手取りで15万とか20万の方が300万の高級車とか買わないでしょ。年収400万の人がね、35年ローンでマイホームとか買わないじゃないですか。じゃあどのくらいだったら無理なく買えるのか、どのくらいだったら
自分の身の丈に合ったのか、はっきり言って身の丈に合ったのかっていう非常に大事なんですよ。これね、差別してるみたいな言葉に錯覚するんで、なかなか人が言えなかったりとか受け入れられなかったりするんですけども、身の丈ってのは必ずありますからね。まさにその通り、私がね、あの子供服とか着れないんですよ、ね、子供服が着れないから、あの、まあ、言ってみれば少ない金額で、ある程度の少ない金額で暮らすことは不可能なんですよね。ホームレスをやってるわけじゃないし、家庭もありますしね。でそれから私がね、じゃあ毎月毎月10億円必要かって言ったら、これも身の丈じゃないんですよ。 3L サイズを着てるのもんなんですよ。ブカブカです。歩きにくいし、喋りにくいし、やりにくいんですよね。だから自分の体のサイズにピタッと合ったものを選ばないといけないですし、それは投資にしてもビジネスにしても人間関係にしてもお金にしても全部一緒なんですよね、だからそこを捉え違いして、自分が大物だと、今回の投資とかビジネスは成功するんだっていうふうに信じきっちゃうと見えなくなっちゃいます。信じていいことは何もないんですよ。信じた上でも、でも石橋を叩いて渡らなければなりませんし、信じた通りにならなかったらどうするっていう懸念はいつも持っていかないといけないんで、ロスカットラインを引くわけですよね。だからね、 FX ならロスカットラインがあっていいんですけども、ロスカットラインが引けないものもありますから、それは自分の力でここまで来たら自分で決済するんだとかね、撤退するんだっていうことを決めておかなければなりませんね、改めてね、この体の間が2円を超えた時にこういう口酸っぱいこと言うのも、はばったいんですけども、勘違いされてる方がね、まだいると思いますんで、大事なことですから、自分のお金ですからね、自分の家族ですからね、自分で守るしかないじゃないですか。人のせいにしても逃げられないわけですよ。人のせいにしてね、家族が許してくれますかね、お金を借りた人が許してくれますか、全然ですよ、もう、そんなんね、ほんと叩きのめされて終わりですよ、この社会っていうのは厳しいわけですよね。自分の判断が甘かったらそれで終わりなんですよね。で極端な話言うと、詐欺師に出会っても詐欺師に負けないでほしい。詐欺師に仮にお金を盗まれちゃった時でも、自分の目をね、改めて養って、次に似たような詐欺師が来た時に引っかからないように、もしくは詐欺師にお金を取られちゃった前ぐらい、前以上にもっともっと儲かるぐらいの力をつけてね、跳ね返していくって感じですよね、そのぐらいしないとやっぱ戦っていけないですよ。もう本当にね、平和ボケって言葉は私は嫌いですけども、まさに平和ボケですよ。ビジネスの世界で私たちは戦争に似たことをやってるわけですよね。生き死にがあるわけですよ、そこには。で銃弾込めて撃ち合うわけですよ。これ本当ですからね。だからインチキまでして稼げとは言いません。ただ自分の道徳や正義の及ぶ範囲、恥じることがないんだったら堂々とど真ん中を歩いて、でしっかりと勝利の美酒に酔っていただきたいと思います。勝利した時に勝利したとしっかりとね、自覚してもらいたいと思いますし、敗北したら敗北したと、自分の甘さだったというふうに敗北してもらいたいと思います。さあ、そして最後一つの言葉だけ申し上げます。うまくいかない人は常に人のせいにしてます。うまくいく人はいつも皆さんのおかげと思ってますね、この発想が逆になると、まあ、うまくいかないですね、うまくいかない人っていうのは常に人のせいにしてます。うまくいく人は皆さんのおかげと思ってやってますということでございます。